東京パラリンピックを前に胆振の白老町ではアイヌ民族の伝統儀礼を取り入れ聖火のための採火式が行われました。神に祈りを捧げるアイヌ民族の伝統儀式カムイの実、今日白老アイヌ民族記念広場では東京パラリンピックの成功と無事を祈る採火式が行われました。今回の採火式で使われた火は民族共生象徴空間ウポポイから運ばれたものです。式では戸田康彦白老町長や白老アイヌ協会の代表らが儀礼の火アペフチカムイを採火し聖火皿に火を移しました。選手はもちろんのこと、大会関係者の皆様、そして日本中、世界中の皆様がこのパラリンピックを見て感じてコロナに負けない世界の平和を届けるように私も祈っているところでございます。採火は道内21の市町村で行われ、それぞれの地域の思いが込められた火を今日札幌に集め東京に届けます。